いるとは聞いていたが、追われて奴らを連れてくるとはな。これは藤原さん、なぜあなたがここにいるんですか？捜査の一環だ。彼らはお前たち WP コンサルティングの尻尾をつかめる情報を知っているそうなんでな。物騒な職業の人だと思っていた。俺の得た情報だと、お前らこの青年の異変を呼ぶ力を利用しようとしているらしいな。よく調べましたね。それでお前たちの会社は兵器の斡旋が本業だろう。俺はそれとは違うしのぎじゃないのか。なぜこんな危険を犯す？WP コンサルティングの社長、神尾の真の目的は何だ？そして、お前たちの会社の出資者であるアメリカ M 社の目的は何なんだ？いや、失礼。それなら神尾本人に聞けばよいでしょう。ただ、あの人は専務である私にも本当のことは言いません。安心してください。彼女は無事です。我々の目的はあくまでもあなたです。あなたが我々に協力してくれれば彼女は解放しましょう。あなた一人で交渉に来てください。その藤原という男がいると話がしにくいのでね。彼女は奴らに連れて行かれたよ。彼女とはもう長いのか？はい、彼女とは幼馴染なんです。そうか。奴らの目的が君だというなら彼女は無事だろう。力になれなくて悪かった。